緑の革命、工業的農業モデルを途上国に輸出。1960年代に高収量な新開発の種子とその改良品種を栽培するために必要な生産技術や資材を途上国へ導入した緑の革命、グリーンレボリューションと呼ばれる農業技術革新の動きがありました。小麦、米、トウモロコシなどを品種開発し、一大雑種、灌漑、化学肥料や農薬を普及させる工業的農業を途上国へ導入しようと、南北の政府や国際機関や大企業が推し進めた一大キャンペーンでした。緑の革命という呼び名は、共産主義が1960年代にアジア、アフリカ、ラテンアメリカの貧困国を巻き込んだ赤の革命に対抗したもので、欧米の政府と企業を中心とする近代的農業モデルの途上国への導入は、共産革命に対する資本主義の防波堤として使われたとも言われています。北が開発した新しい小麦や米は、背が低く収穫量は多いハイブリッド種子でした。Y製の高収量雑種。化学肥料を大量に投入しても倒れることなく収穫量を増やすことができる。けれどもその分、病気や害虫に弱いため農薬を必要とし、一大雑種のため種子を毎年購入しなくてはならない品種でした。つまり、緑の革命が開発した品種は農薬や化学肥料を多用し、灌漑による水を多用することで高収量を上げることができた品種だったのです。管理された条件下では収穫量は増えますが、そのために主に北の工業が製造した農業資材を多額の金で購入し続けなくてはならない仕組みでした。この新技術導入は一部では収穫量を増やしたものの、南の農業を破壊した面もありました。一つには、現地の農民たちが痩せた土地や厳しい気候でも育つ品種を選んで、歴代育ててきた小麦、トウモロコシ、米などの在来種を駆逐し、現地の生物多様性を 90% 減少させました。もう一つには、緑の革命を実施するためには資本の投入が必要だったため、主にその恩恵を受けたのは資本を持つ中から大規模農家でした。比較的裕福な農家が生産規模を拡大し、技術導入によって収穫量を増加すると、大量の穀物が市場に流入して価格を押し下げ、逆に貧しい小規模農家を破産に追い込み、大量の農民を失業させてしまいます。彼らは他の職を求めて都市部に流入したり、より環境的に脆い森の緑や傾斜地に移住して生き延びるための作物を育てようとしたりしました。やがて裕福な農業生産者に緑の革命によるハイブリッド種子や化学肥料、農薬が行き渡り、南でもこれら農業資材の市場が飽和してくると、政府はより貧しい農民たちに融資して、小規模農家たちも緑の革命の種子や農業資材を購入できるようにしました。収穫量が増えるからと借金させて種子や農薬、化学肥料を購入させたわけです。その資金にも北からの融資や政府開発援助金が使われました。ありていに言えば、北が南に金を貸して北の商品を南の農民たちに買わせ、その利益が北の企業に流れる一方、その借金は南の農民に残るという構図でした。具体的に、それまで貧しいながらも自給自足的な農の営みによって家族を養っていたメキシコの農民が、緑の革命によって借金まみれになり生活できなくなったエピソードを、エリック・ホルト・ギメネスさんの本
2017年から紹介します。1960年代のメキシコにガブリエルという小さな農民がいました。ガブリエルは結婚して家族を持ち、2ヘクタールの農地で家族が食べるトウモロコシや豆やかぼちゃを栽培していました。豊作の年には市場で販売することができるくらい十分な量を収穫することができました。加えて近くの入谷市で牛1頭、ラバ2頭、羊やヤギを数頭飼い、畑や台所からの残り物で豚を飼い、鶏や七面鳥を家の周りに放し飼いにしていました。これらの家畜は時々家族のご馳走になりました。種子は自分たちで取り、不作の年に備えて穀物を蓄え、時々ガブリエルが近くの大農場に出稼ぎして現金を少し得ていました。1970年代の初めにメキシコ政府は農民たちにお金を貸して、緑の革命のハイブリッド種子や化学肥料を購入させました。その時トウモロコシだけを探索栽培することが条件付けられました。メキシコの農民たちは従来トウモロコシと一緒に土壌に窒素分を固定し、家族の食べ物となった豆と地中の水分を維持し、家畜の餌になったかぼちゃと山作物を一緒に栽培していましたが、それはできなくなりました。そのためガブリエルは家族が食べる豆と家畜の餌を他から購入しなくてはならなくなりました。やがて緑の革命が広がると、トウモロコシばかり栽培する農民が増えたので、その価格は下落し、逆に豆を栽培する人が減ったため、その価格が高騰しました。また化学肥料を使うことで地力が弱り、収穫量も減り始めました。新品種のトウモロコシは病害虫に弱かったため、ガブリエルは農薬も買わなくてはならなくなり、また在来種に比べて腐りやすかったため、ガブリエルはトウモロコシを安価でしか売れない収穫期に売り払い、その数ヶ月後には家族を養うために端境期で価格が一番高い時に市場から購入しなくてはならなくなりました。収入が減る一方で出費が増えて借金になっていきました。ある時、ある年、干ばつが村を襲うと、新品種のトウモロコシは干ばつに耐えられず枯れ果てました。現地の厳しい気候に耐えるよう長年選ばれてきた在来種に比べて、新しい種子は干ばつに弱かったのです。さらに娘が病気になり、治療費と借金を払うためにガブリエルは家畜のほとんどを売り払いました。収入源がなくなってしまったため、ガブリエルは首都の建築現場に出稼ぎに行きました。残された家族は村で生き延びようとしましたが、何かもう一撃あれば家族が断絶するほどギリギリに追い詰められてしまいました。筆者要約。緑の革命は穀物の収穫量を増やしたことで世界の人々を飢餓から救ったと繰り返し称賛されますが、それは同時に多数の飢える人々を生み出しました。表向きには農業生産量を増加して人々を飢餓から救うと言いながら、南の農民や農地を北を中心とする資本主義経済システムに取り込み、主に北の大企業が利潤を得ることが本音だったからと言えるでしょう。これを犬飼道子、人間の大地、1983年は次のように表現しています。緑の革命は農民・貧民に主眼と基礎を置くものではなかったから、むしろ大地主・富豪に、ひいてはビッグビジネスに主眼と基礎を置くものだったから。その証拠には緑の革命が各地に取り入れられて後、銀行から金を借りて大耕地所有者となる人々のパーセンテージが
負者の間で200も増加した。そして緑の革命を可能とする肥料やトラクターを手掛ける北の大企業に至っては、我が世の春の到来と踊り上がって我が世の春の到来と踊り上がって喜んだ。貧しい人々はごっそりと忘れ去られた。飢餓は見事に作られ始めたのである。飢餓難民と栄養極度失調児童計9億人の出てくる土台は見事に作られたのである。まとめ。この章では産業革命から戦後の資本主義の黄金時代に至るまで、欧米の先進国が経済成長した一方で、その成長を元植民地の途上国が支えていた歴史をまとめました。それは欧米を中心に発展した資本主義経済が南の農業や農村をその経済システムに取り込んでいく過程でした。北の工業に安い原材料と安い労働者向けの食料を供給する地域として、さらに北の工業産業が成長するために南へ開拓した市場は、産業革命頃の工業製品から第二次世界大戦後の食料援助、緑の革命による農薬、化学肥料、農機具、種子などの農業資材と商品を変えながら市場開拓が続けられました。近年では加工食品や外食産業、加工型畜産など肥満を輸出しているエクスポーティンオビシティ状況もあるほど、市場開拓はまだ続けられています。商品を売り続けなければならないフロンティアを求め続ける資本主義経済のロジックに基づいて、やがて1980年代から世界はさらにグローバル化します。グローバリゼーションとは、国を越えて地球規模で交流や通商が拡大し、それが世界全体に行き渡るようになることです。1970年代以降にその性質を変えた資本主義経済システムが、新自由主義の考えのもとに南の諸国も世界の食と農も組み込みながら利潤と経済成長を求め続ける様子は、また後に改めて話しましょう。